住みたいに名は8年8月9日は、江戸時代中期の廃人。水後、三帝、不安などと申した。出身は江戸。江戸においては、水国、景気一に、江戸座の徘会を学ぶとともに、劇会や有利の人々とも交流を持った。法暦年間には、欧州、京都、九州などをめぐった後、京都島原の遊郭内に不安を営んだ。 支持者である気境やドン氏のほか、与さ武村とも交流があったという。また、大義は、島原の女性たちに、徘徊や手習いの教授を行っていた。大義の案だ最短には、廃人や、有利の主人連中のほかに、女性たちの名前が見える。それらの多くは、島原有利案内記一目千見と称号が可能であり、実在の太夫や、天人たちである。 彼女らの国は、百人一首のパロディや地歌の曲名を読み込むものなど、趣向が凝らされている。また、秋の島原を舞台に灯籠を飾る用事を復活させたとされる。大義は、明和八年に没するまで島原に住まうことになるが、法暦六年に一度、江戸への帰遊を果たしている。これは上落していた、ゴンの気候に誘われてのものであり、この江戸滞在にも、 ゴーンの住まいに加遇した。そこで旧地の廃人たちと再会し交流した大義は、その秋には島原へ戻っている。苦衆として大陸戦、大陸戦後編などがある。没後、親友であったゴーンが、不安を継いだ。ありがとうございます。